白老町の養鶏場で一昨日から昨日にかけて30羽の鶏が死んでいるのが見つかり、検査の結果高病原性鳥インフルエンザと確認されました。道は対策本部会議を開き、この養鶏場で飼育するおよそ52万羽の鶏を殺処分することを決め、処分を開始しました。また鈴木知事は国と今後の防疫措置について話し合いました。感染経路などの早急な解明、さらなる感染拡大防止に向けたこの対策、特段のご配慮をいただければと。一方、網走市でも25羽のエミューが死んでいるのが見つかっていて、感染が先ほど確認されました。